ということで、皆様明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。マジことぶき。そんなわけで、今年初のことぶきみなこのお手を拝借、マジことぶき。マジことぶきを見てくださった方がみんなハッピーになれますように、そんな気持ちを込めてのこのパンパンでございましたが、2021年始まりたてほやほや、どんな夢を見ましたか？どんな今気分ですか？いろいろあると思いますが、皆様は新年を迎えた時に何か目標とかっていうのを立てるんでしょうか？私は必ず毎年目標を立てて、それをブログに書いております。ちなみに2020年を迎えた時のブログ、ちょっと読んでみましょうか。マジことぶき。今ブログを見つけたんですけど、だいぶ面白い感じだったので読みます。2020年は一体どんな年になるのか、私自身未知数でワクワクしてます。シンプルに言うと、2020年は謳歌したいです。この間出会ったタクシー運転手さんが、今日僕絶好調っすっておっしゃってて感動しました。笑い。私日々生きていて絶好調って言ったことないと思っていつも楽しいのですが、絶好調って言えるまでの楽しいって自覚をしたことがなかったので、絶好調と言えるまで2020年を謳歌したいです。ということで、いろいろね、他にも書いているんですけども、面白い。あのタクシー運転手さんのことすっかり忘れてましたけど、そうだった。もうあの感動は、てか衝撃あったなって思い出しました。本当にね、ありがたいことにこうやってインタビューだったりブログだったり、それこそ多分ここのね YouTube で今から喋ることも、来年2022年に見返した時に、ははそんなこと言ってた私みたいなことになるのかななんて思うと、それはそれでね面白いかなというふうに思うので、ここで皆様と一緒に新年の目標を決めていきたいと思います。マジことぶき。人によっては、いやいや別に新年に目標とか決めないから大丈夫ですっていう方もいらっしゃるかもしれないのですが、先日授業でですね、とても素敵な言葉を聞きました。 New Year New Me、 新年新しい私というね、これだったらシンプルでいいかも。しかも学校でこちらもらいました。 New Year's Resolutions。 Resolutions はですね、決意ですね。こちらに26個かなリストで載っております。なので普段特に決めないよっていう方も、よかったら一緒に決めてみませんか？ということで、ことぶきみなこのマジことぶき、新年最初の動画は皆さんと一緒に新年の決意表明していきたいと思います。マジことぶき。はい、ということで、こちらの紙に書かれてあるレゾリューションたちはですね、イギリスでもよく言われる新年の目標たちがこうリストになっております。なので早速一つ目から行ってみましょう。当てはまるものありますかね？どうでしょう？ I will save for the future。 これは確かに間違いなく大事ですね。二つ目、 I will eat healthier。 2020年振り返ると、イギリスに来てやっぱ量は減ったかなと思います。運動量が違うから自然と減るなっていう風に思ったのと、あとはいろんな多種多様な食事があるからこそ、スーパーに行くとね、そんなの見たことないっていうのがたくさんあるんですよ。で、特に私がこれいいなって思ったのが、ビーガンの方とかが買われる大豆ミートでお肉を代用してるハンバーガーのものだったりとか、お肉、ソーセージもビーガン用ソーセージとかもいっぱい売ってるんですよ。まあ、日本でももちろん売られてると思うんだけど、イギリスだとすっごい数、そして思ったより安く手に入るので、結構ね、重宝しております。なので少しずつね、ヘルシー志向に慣れているかな、どうかな、ということで、これは引き続き2021年私もやっていきたいですね。チェック。で、No.3、 I will start a diet。 まあね、ダイエット、この後ねエクササイズが来るので、これは三角三角とかありなのかな、ちょっと置いといて。4番目、 I will take a trip to、 ということで、まあ本当であれば私は2020年ヨーロッパとか回れたらいいなというふうに思っておりました。なので、状況が良くなって可能な世界になってきたら、ヨーロッパを回りたいですね、2021年。5つ目、 I will tidy my room more often、 ということで、最初のね、ことぶきみなこのマジことぶきの動画ではルームツアーをさせてもらって、あのキラキラなお部屋を、
保ててるとは言えない。なのでタイディマイルームしていきたいと思います。ちょっとルー大柴さんみたいになっちゃったで、6個目、 I will spend less time playing computer games。 皆さんはゲームを好きですか？私はね、そういう意味ではゲームをすることはほぼほぼないので、これは大丈夫そうです。皆さんはどうでしょうか？ No.7、 I will read more books。はい、確実にチェックですね。本をもっと読みますということで、読みます、読みたいです。さらに言えばやはり英語で読みたいですね、うん、続きまして No.8、 I will drink lots of water。 これもティックですね、はい、やっぱね、ついつい今もそうなんですけど、なんかこう気分を上げたいと思ってコーヒーを飲むことが多いんだけど、水ね、水もちゃんと飲めるようには常に準備はしております。だから冬でね、少し寒いっちゃ寒いんだけども、体にとってはとても大切な水分なので、私だけでなく皆様もちょっと水飲んでなかったなあんまりって思う方はチェックしてください。では続きまして、 No.9、 I will quit smoking。 これは私はなしです。どうでしょうか？普段吸っている方、タバコを吸われている方にとってはこのレゾリューションはチェックしたいけどみたいな、チェックしたくないとか、なんかこういろんな思いがあるんじゃないかなというふうに思います。 No.10、 I will exercise regularly ということで、これは間違いなくチェックですね。 No.11、 I will go earlier to bed。 これはチェックしましょう。早起きはできるのに早寝ができないんですよね。なんかね、ついつい、あれもしたいからこれもしてみたいな感じで、ずる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 とね、夜遅くなってしまうのが良くなかったなというふうに思うので、睡眠を大事に2021年は過ごしていきたいと思いますので、ティック。 No.12、I will pay off my credit cards ということで、これは私大丈夫です。まだ返しきれてないクレジットカードの分はぜひ、返していただき、ご利用は計画的に。はい。 No.13、 I will spend less time on social networks。 もうティックです。はい、これはね、現代病ですね。これにチェックしない人っているんですかね。逆にその方たちにどうやってソーシャルネットワークを使わずに楽しく生きてるのか教えてほしい。続きまして、 I will learn something new ということで、 something new、 もちろん引き続きね、英語の勉強はしつつ、学びたいこといっぱいあるよ。え、決められない。新しいで言うとね、私最近ね、イギリスに来て、まあ日本にいる時もそうだったかな、アロマキャンドルにすごいハマっていて、そのね、アロマキャンドルをいつか自分で作れたらいいなっていう風に思う。あとは納豆を自分で作りたい。 YouTube を見てて、納豆ってこんなにも簡単に自分で作れるんだって思ったんだけど、結構準備しなくてはいけないものがいろいろあって、遠くない未来、それこそ2021年のうちに納豆作りを学びたいなというふうに思います。 No.15、 I will spend more time with family。 間違いないですね。日本にいる時に家族と過ごしてる時間って、まあ半年に1回とか、やっぱり20代入ってからとか特に少ないのかなっていうふうに思うので、これはちょっと長い目で見てね、この時間を増やしていけたらいいなというふうに思います。では続きまして、 No.16、 I will talk less and listen more。 これは私もティックですね。ついつい自分の話とかをしたくなっちゃうんだけど、聞くってすごい大事だと思うの。なんでティック。 No.17、 I will enjoy life more。 超シンプルなんだけど、 enjoy ということで、もうティックです。 No.18、 こちらもティックかな。 I will be more positive。 No.19、 I will help someone in need ということで、これもちろんでしょう。いや、これはもうティックというか、生きてる上で当然だから、なんか目標とはちょっと違うかなと思って、一旦これも置いとこうかな。置いときます。No.20! お !20 代に来ましたよ。 I will get good grades ということで、英語でいいものが残せたら嬉しいかなと思うので、ティック。21番はですね、 I will be punctual ということで、これもね、なんか私はなんか目標にするほどではなく、まあ置いといてかな。続きまして22番、 I will get new friends。 せっかくイギリスにいるからこそ、出会える人たちにいっぱい出会っていけたらいいなと思いますので、 Tick。 23、 I will reduce, reuse and recycle。 もちろん2020年、そういった生活だったんですけど、よりね、気をつけられたらいいなっていうふうに思ったので、ティック。そして、
24番、 I will walk more。 これは私のエクササイズと一緒になってくるんですが、ピックですね、これ歩きましょう。続いて25番、 I will be kind。 これはねチェックしたい。まあ、普段からね、親切じゃない感じだったかって言われたら、別に2020年そんなわけはなかった。だけど、自分に対してもそうなりたいなって思うんです。自分にかける言葉と相手にかける言葉っていうのは、できれば同じ方がいいんじゃないかなっていうふうに思うので、自分に対しても2021年は親切に、丁寧にしていけたらいいなというふうに思って、ピック。そして、26番ラストです。I will text less。なんでこれが最後なのかわかんないけど、今はこうね、日本だったら LINE、 イギリスではね WhatsApp が一番有名かな。テキストって結構やり取りすることが多いと思うのですが、ソーシャルネットワークの時間を減らすのと同じように、12分過ぎるんだったらちょっと減らしてもいいかなっていうふうに思うので、2021年は時間の使い方を気をつけて、テキストしたりソーシャルネットワーク使っていきたいなというふうに思います。マジことぶき。さあ、ということで26個言ったんですけれども、実はね27個目が空欄になってて、その分私が書きました。皆さんご自身でも27個目好きなように埋めていただいてももちろん大丈夫ですが、やはりこのマジことぶきでお話しするのであれば、27個目の目標は I will watch マジことぶきということで、まあ、目標に入れていただくほどなのかちょっとわかんないんですけども、入れていただけたらもう泣いて喜ぶということで、27個分全部発表しました。いかがでしたか？マジことぶき。さあ、ということでお届けしてまいりました、ことぶきみなこのパンパンマジことぶき。皆さん、チェックはいくつつきましたでしょうか？多いからどうの、少ないからあれだねとかっていう、そういうことを言いたかったわけではなくてですね、こういったなんか面白い紙をもらい、皆さんとシェアしたかったっていうのが一つ、そして私もそうだけども、皆さんにとってもこういった機会に何か考えるきっかけになったら嬉しいなというふうに思ってお話しさせてもらいました。で、ここに書かれてあること、私もチェックしたらもうすっごい数になったので、これはもちろん頭の片隅には置いときつつ、私の中で2021年のテーマはですね、今を生きるという、なかなか力強いテーマであります。ついつい未来ばっかり見て、あれしたいな、こうなりたいなっていうのもあるんだけど、こうなりたいのためには今が必要だし、やはり今は今しかないから、今という時間に振られないように頑張って今を大事に生きていきたいなというふうに思います。そんなわけで、2021年もどうぞ皆様よろしくお願いいたします。ということで、ことぶきみなこのパンパンマジことぶき、この辺で、それじゃあまたね、バイバーイ。